今、神様がどれほど素晴らしく、またすごいお方であられるかということを学んでますけども、何といっても次にですね、えー、神様が想像してあられるということが、まずすごいことかと思いますね。えー、とこしえの神であられることは私たちは理解できましたけれども、えー、とこしえの神であられるということは、す、え、べ、ー、てが、この宇宙のすべてができる前から存在しておられたと。そして何もないところに、えー、存在しておられ、 そこから始められて全宇宙をですね、非造物で満たしたわけです。まあ、そのようなお方を聖書は一言、はじめに神は天と地とを創造されたと書いてあるわけですよね、えー。このように非常に短い言葉の中にですね、この神の創造主としての立場が明確にされているわけですね。えー、さらに、イザヤ書のですね、42章の五節をちょっと開いていただいて、えー、ここには 次のように書いてあるわけですね。天を想像してこれを述べ、地とそれに生ずるものを開き、その上の民に息を与え、その中を歩む者に霊を与えられる主なる神はこう言われる。この聖句の中には、この神が今もなおご自分が作られたものを保っておられる。ただ作って想像してそれで終わりではなくて、 えー、作られたもののこの存在の維持のためにですね、えー、神が今もなお働きかけておられる、まあ、そのような様子が書いてあるわけですね、えー、ですから創造主というお方は私たちを作るだけではなくて、えー、今もなお私たちと関わってくださるお方であられる、まあ、そういう部分もあるかと思いますね、えー、さらにもう一つですねイザヤ書の40章の28節をちょっと開いていただいて、えー ここには次のように書いてるんですね。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主はとこしえの神、知の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。えー、ここに、あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、ということで、投げかけから、そういう投げかけから始まってるんですけども、えー、私たちは、 まあ何度この聖書を通してまあ神についてね、知ったと。また、この神について聞いたと。まあそういう状態であっても、気がついたらこの神を忘れることがありますよね。そこがまた私たち人間の愚かさではないかと思いますけれども、まあ私もですね、神を学び、そしてえ神を知っているつもりなんですけども、時々え神を忘れて自分が前に出てしまうことがあるわけですね。もちろん、 神を忘れて自分を前に出した時には、まあ、正しい、ね、判断ができなかったりする場合もありますけれどもしかしまたこれがね人間の弱さであり、えーまあ、神はそういう私たちにね常に神を思い起こすようにそして、えー、私たちと神様とのこの関係をいつも良好に保てるようにということを望んでおられるわけですね、えー、ですので、まあ、常に私たちは、えー、創造主としてね、えー、この神を思い起こすために、えー 創造の記念日である安息日をですね、えー、いつも心に思い起こす必要があるかと思います。えー、これは7日目ごとに、えー、この創造の記念日というのはやってきますよね、えー。6日で天地を創造され、7日目に神は休まれて、そして人と交わったと言われてますね。えー、私たちがこの安息日に神を礼拝するときにですね、えー、この忘れてはならない神を 常ににに週間ごとと思い起こすこすよって、えー、私たちの人生の中に大いに、えー、神に関与していただくね、まあ、そのような「私はあなたによって作られたものです」と「あなたは私の創造主です」という、まあ、その意思表示を週ごとに行えること、まあ、これは非常に特権ではないかと思いますね。えー、そして先ほどの「イザヤス」の中にね最後に、えー「その知恵は測り難い」とも書いてありました。 えー、私たち作られたものが、まあ、創造主の知恵に関して全てを理解できるわけではないということですね。えー、例えば、神秘という言葉があります。えー、神秘、これは神のみぞ知るようなことです、えー。私たちは有限な存在ですので、例えば神がどのようにして最初に存在されたのか、ねえー、このあたりのことは私たちは明らかにされてないわけですね。しかしか いつしか私たちは、まあ、そのような知恵に預かる時が来ると思います。えー、なぜかというと、まあ、神は私たちを救い、そしてご自分が永遠なる存在であられるように、私たちも永遠なる存在に作り変えてくださるという、えー、これが聖書の約束なんですね。まあ、つまり救いというのはそういうことなんですよね。えー、その中で、えーまあ、全宇宙の神秘に触れて、 その中から私たちは永遠に学びそしてどんどん理解と成長を伴っていくと言われてますのでいつしかまあそういう神秘についてね深く理解するそういう機会が与えられるのではないかという、まあ、そういう期待感を持ってますけどね、まあ、これは今のところはまだ分かりませんけれどもまたパウロもですね神に対してこの神の知識に対して次のような言葉を書いてるんですね「ローマ人への手紙の11章の33節から」 35節までですね、えー、ちょっとお読みいたします。ああ、深いかな神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。誰が主の心を知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また誰がまず主に与えて、その報いを受けるであろうか。えーまあ、このように まあ私たちとは全く異なった次元のお方、えー、まあそのようなまあ創造主のことを私たちは知っているわけですね。えー、まさにまあそのようなお方がまあ全ての礼拝の対象となられるふさわしいお方ではないでしょうか。